J1 プレビューでございます。よろしくお願いいたします。さあ15節を迎えました明治安田生命 J1 リーグでございますけど、あ、井上までございます。あ、ノーミルク佐藤さあ、プロサッカーデータマの先生に今日もですね、見どころ、そしてどんな試合になるのかみたいなことをね、はい、そして楽しみどころを教えていただきましょう。はい、まずは、こちらですね、川崎フロンターレ対札幌。いやー、うん、福森明人ダービーそうですね、それはもう毎回のね、まあね、あれですから、おなじみのやつでございますね。まず札幌はですね、あ、まあ、近試合になるんですね、19時から。そうです、あの近試合3試合あるんですね。あれです、これただね、はい、金曜日にやる J なんですね。ああ、なるほどね。特にあの近試合くくりではないということね。これあの、うん、理由があって、はいはい、川崎、広島、鹿島、うん、はい、この間まであれでしたよね。ああ、なるほどね、 ACL の、そうか、日程調整の結果ということになりますね、はい、そういうことでございます、うん、なるほどなるほど、うん、まあ、ただね、広島と鹿島に関して、うん、鹿島に関しては、うん、まあ火曜日に当たりますけどね。ああ、そうか、はあはあ、J 対決なので。そうか、 ACL、 そうだよね。もったいないって思われる方も多いかもしれないですけど、もったいないよ。でもあの、例えばあの中国も、中国対中国だったりするので、今回、ああ、まあそうだよね、まあしょうがないです、そういうのはね、うん、ということで、じゃあまずあの川崎対札幌行きたいなと思いますけれども、はい、川崎の方々からしたら今もう笑顔がもうほとばしってるんじゃないかと僕は思うんですよ。お、調子いいから。あれです、調子いいのはチームだけではございません、うん、トゥーロン国際決勝進出、さすがさん、そこに田中の青ちゃんが言ってるからってことですか。そして、うん、旗手、ああそう、レオさんが言ってる、ああそうか、躍動しとりますな。躍動している。いや、チームをちょっと余剰戦力ぐらいで戦ってね、はい、すげえ結果出してるのに、なお出張組も結果出してると、ま、すごいな。まだある、まだあんの、まだもうないでしょ。今確かに自チームに所属してる選手ではないですけど、ししゃももなんか仕事増えてますよ。ししゃもも増えてますね、これは広瀬すずさんとね、なんか MV なんかありましたけど、アイスアイスのシーンでした、ね、うん、今回スタジアムで撮ってるから、ね、あれ見てからじゃないのだよ、でしょうね、うん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 、でなんですけど、はい、今確かに川崎に所属してる選手ではないんですが、はい、あれ、なんかあの二人が、あの二人がフル代表に、ほう、板倉と、うん、三好と、うん、ね、そうだよね、そうですよ、川崎で、だからはー、すごい製造工場になってきてますね。すごくて、うん、まあ宮代が U20 なんじゃないですか、うんうんうん、でトゥーロン組で田中、うん、旗手、うん、三笘がいて、うん、まあ、レンタル中というか、まあ、移籍した組でもあるけど、はい、三好、板倉という2人がフル代表に入り、はい、でもともとこの間のキリンチャレンジでも、うん、森田が頑張った。確かに、なんだこのシーン、川崎サポは忙しいね、いろいろ楽しいね、楽しすぎるでしょうね、うん、はい、いいよね、いいでしょうね、そんな状態でございます。なるほどね、調子いい、そうなんですよ、うん、でまあ出れない選手って言ったら、例えば奈良選手とかね、まあ、出れない選手はもちろんいますけど、うん、まあメンバーとしては特に変わることなく、まあ田中碧のところが、だからまあちゃんと大島森田で行く形になるだろうなというところとか、うん、であとは旗手三笘は単純にまだ大学生ですから、はい、まだチームに参画してるわけでもないし、うん、三好板倉もあれなので、だから思えば、だから自チームの選手なのにもかかわらず、うん、もう楽しめる領域がたくさんありつつ、ね、チームも絶好調という状態だから、上がってきました。これは楽しいでしょう、ね。で対する札幌、ええ、そうですね。今回この試合は正念場ですね。うん、正念場になりますか。どうやらあの、ええ、アンデルソン・ロペス選手は次節の復帰のようなんですよ。あ、そうなんだ。そして、ああ、武蔵選手は？で武蔵選手がまあギリ、あ、間に合う。かどうちょっと悔しかったね、代表はね。ね、せっかくところはありましたけど。うん、なんであと、まあ、出場停止の選手とかもいるので、うん、と考えればスタメンに3枚落ちで行かざるを得ない状態プラス3枚落ち忘れちゃいけない、うん、札幌としてはもう菅大樹選手がね、はい、フル代表入ったので選ばれましたよ。とはいえ、うん、左のウィングバック誰やるのよっていうところ、ね、まあそうだね、まあ、白井選手、中野選手あたり、もしくは、あれだ、うん、まあ、ダンダキ選手とかも可能性あるのかなというところもありますけど、まあこちらもね、岩崎選手もトゥーロンで頑張ってますので、代表組でこう頑張ってるからこそのちょっと海の苦しみ、そうだね、札幌が数年後川崎みたいになる可能性はある、はいはいはい、そうだね、川崎も通ってきてるってことでしょ、通ってきた道だから、やめてよの時期を、そう、うん、そうですよ、そうか、はい、なるほど、それだからこれはもう札幌としてはもうドロー取れればみたいなですね、です、まあ、負けてもちょっと多少しょうがないかもしれませんが、もうガッツリやってくると思うので、なるほど、はい、
その札幌がどれだけこう川崎にこう食い下がってくるのかみたいなところに注目して、ね、それが分かるとまた違った見方が、ね、できるかなと思います、ね、楽しみです。19時とどろきでございます。続きまして、広島対湘南ですね。いや今度は逆に広島が正念場でございますね、うん、というのはこっちは、ね、どういうことでしたっけ。ついにキーパーが変わります、はい、あ大迫選手が今トライコパに行っちゃったからね、はい、なので、はい、広島はゴールキーパーが普通に行けば林拓人になる模様、はいはい、でボランチ松本選手に代わって、うん、その代わりに稲垣選手が入る模様なんですが、うんはい、まあ湘南の圧のあるプレスから考えるとちょっとギリギリしのげればまあいいかなっていうところもあるかもしれませんね。ただあの広島にも利点はあって、はい、湘南はそのハイボールというか、まあ、マーさんなら特に分かってくれると思うんですけど、イブスキ山崎的なそういうね、はい、真ん中タワー系、はい、これで多少制するところが本当だったらあるはずなんですけど、まあ佐々木翔、荒木隼人、ああ高いですもんね。そう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 、まあ、ジャンプ力、3バックの両脇が高い、うん、そうなんです。いわゆる身体能力で、ある程度こうカバーできる選手たちが多いから、はい、まあ、高さでは広島に多少分があるのかなと。なのであとは、まあ、入り込んでくる系竹富康介とか、あとはミドルとか、まあ、あとはこうガンとこう打ってくるような菊池俊介選手、はい、そのあたりに多少こう浅が広島あるかなというところではありますね。あとは狙い目としてはもう何回も言ってますけどエフレイレウラ、うん、フレイレウラ、はい、うん、そこにこう誰がどうボール放り込める選手としては川辺選手とかバス停みたいですね。フレイレウラでございます、ね、待ち合わせ場所みたいな、うんうんうん、あと柴崎康生選手とかいますから、はい、そこに対してね、ボールが出るのか、あとおそらくは、U20 で戦ってきた東選手、うん、そして斉藤美月選手もどう多分早ければもうこの試合から復帰するかなと思われるの で、はいはい、どれだけ世界と戦ってきた能力をここで見せてくれるかが、うん、ちょっと期待したなというところでございます。急に化けてるみたいなこともね、大気にしもですもんね、ちょっと斉藤美月はかなり化けた可能性があるので、はい、今回は、ちょっとそれを楽しみにいきたいなと思います。なるほど、楽しみです。イースター。続きまして同時刻ですね、全部一緒なんですねこれね。そうですね、鹿島が、セレッソ大阪をホームにも変えての、金曜日。いやー、鹿島対セレッソですか、うん、ここは結構守備どんな感じだろうね、守備守備な対決に僕はなるんじゃないのかなと。おー、ほう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 、思いますね。そろそろでもユーマ鈴木の復帰がなんていうこともちょっと出てたりするので、出るかもしれないのか、そろそろじゃないかなと思いますが、見たいね。セレッソはもう大体今やり方が確定しているところがあるので、うん、まあ、だいまあ変えてくることはそんなないと思うんですよ、まあ、右水沼、左清武、真ん中、うんうん、まあ、メンデスと、うん、まあ、奥野、はい、まあ、ディフェンダー陣もそんな変わらないし、といえばこちらもあの U20 で戦ってきた、まあ、瀬古選手がスタメンに復帰する可能性が高いので、もうスタメンなんだもんね、 J1 のね、瀬古選手で U20 行く前の段階で瀬古選手が出場した試合っていうのは今のところ無失点だったところがありますから、はい、セレッソの一番その真ん中で これからを担っていく若きリーダーとして、まあ、どれだけの活躍ができるかに期待したいところですね。なるほど。で鹿島としてはじゃあその真ん中のラインナップがかなり長けているセレッソな形になるので、はい、松田陸の裏、丸橋雄介の裏、そのあたりを狙ってついていきたいところではあるのかなと思います。ただそのついていくための本当は主なそのサイドアタッカーである、阿部裕樹がコパアメリカ行ってる状態なので、ね、はい、まあ、白崎、遠藤、レアンド、はい、このあたりに期待したいなと。いるやん、全然いるやん、全然いたわ、当たりてるやん。だってここであと今度鈴木優馬が出れるってなったら今度土井翔馬がサイドに流れてくる。いやそうだよね、いるわと。さすがビッグクラブ、ビッグクラブ、なるほど、はい、そんな一戦になりそうです ね、 ですね、はい。そして続きまして土曜日の試合ですね、はい、こちらも目白押しですね。高カードは J1 ってやっぱりどことどこが当たっても結局面白いみたいなとこありますけれども、まずは愛した清水が横浜 F マリノス迎えちゃいますよ。これは清水は警戒しなきゃいけないのはやっぱり自分たちのサイドの裏をえぐられないことですね。ああ、はいはい、うん、今エグリ族がいますからね、横浜にはです ね、 ね、うん、両チームとも一応ね、清水としてはあの辰田選手が抜けた時を考えて、うん、二見選手が最近ずっとスタメンも張ってたりもしましたし、はいはい、でマリノスとしては三好選手、天野選手が、外れて、最近では荻原選手とか、まあ、マルコス・ジュニオール選手を、まあ、トップ下に使う形でやってきたのもありまして、はいはいはい、うん、そうなるとスピードに長けた地上戦型アタッカー、うん、遠藤啓太、はい、マルコス・ジュニオール、そして中川照人、うん、3人が清水のサイドバックの裏を存分に突き続ける、はい、そういうことですよね、ことになります、うん、そして清水としては、北川ドーグラスを
踏まえた上でいきたいんですが、はいはいはい、なんと代表で躍進を遂げ続けている男が一人いまして、畑中慎之介という。そうですね。これで3試合に出場したんですけど、うん、畑中選手って前節3月からかな、はい、実は畑中選手代表で未だ無失点なんですよね。すごい、それはすごい、ね、3戦連続クリーンシート状態なんで、なんかオーラも落ち着いてるような感じしますね。なんかね、だってその脇を控えてたのがだって、うん、富安庄司畑中ですから。確かにそうですね。すごいことですよ。なんでしょうね、そんな中でディフェンスやってる、3人ともちょっとなんかね、あの岩石感ありますよね、ちょっとね。なんて言うんでしょうね、怖いですよね、ここのいかつい感じしますよね、うんうん、でそこにあの少年のようなあの純真なね、お顔立ちを持った北川選手が、うん、攻めにかかります。そうですよね、はい、で唯一言えばなんですけど、うん、マリノスの控えのディフェンダーとしてのドシャン選手がおそらくこの試合出れない可能性が負傷によってあるようなので、おうおうおう、ある意味では清水は、金子、うん、中村あたりで守備をごたつかせて、うん、ディフェンダーをちょっとどうにかしなければならないなみたいなところまでやってったら、ちょっと混乱に陥れることはできるのかもしれない。なるほど、はい、そんなところですね。わかりました。あとはどうやらなんですけど、うん、なんか太田光介を狙っているんじゃないか的な噂が、清水か、マリノスが、マリノスか、ほう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 、あったりするので、まあ、夏の移籍にもちょっと注目と。なるほど、まあ、そんなお話とかね、あ、もうそろそろそんな話も出てくる時期です ね、 そうですね。ただ、はい、噂の話は僕あんまりする気はないですけど、6月20日、はい、6月20日にですね、うん、そういうその移籍獲得の進めという、トーク、噂じゃないでしょ、ある程度信憑性とその理にかなったお話を。そうです。いち早いからな、先生、いち早いからな。わかりました、はい、ぜひ来てください、ね、ぜひ、ね、下の概要欄から、え、そこでしか言えない話みたいなのもあったりするんですか。やっちゃう僕らもなんかそういう感じになってきた、やらしい言い方をする。やらしいな、これは。いや非常に面白い、楽しみにします僕も、ね、はい、ありがとうございます、はい、続きまして、1時間あとは全部、19時間ということになりますけど、浦和が再スタにトスを迎えちゃいますよということですね。いや、はい、これだから可能性ありますよね、トスね。可能性がある。うん、その心は、オリベイラ監督は、はい、ホームで成績を残せず解任された。なるほどなるほど。だから、うん、まあ、解、ここで組長ホーム初ってことだよね。そうです。そうだ。しかも組長ね、1週間の時間がやっとあった、ゆっくり自分の色に染める時間が。そうなんです、うん、なので、ただでもホームでここで、だからある意味では新たなこう気持ち入れ替わって初戦になるからこ そ、 そうだ、ね、トスは叩けるタイミングではある。トスを、トスが、うん、そうだよね、プレッシャーもあるでしょう。トスが浦和に負けてしまった場合、うん、浦和ここから乗っちゃうかな、乗ります。あ、そうだ、ね、もう断言していいと思う。あーはーはーはー、ここでトスを叩いたら浦和は乗っちゃいます。浦和大事だよね、この試合は大事です。逆にこう名古屋とかじゃなくてよかったね名古屋はやばいですね。そうですね。でもトスもだってね、監督交代後だから、監督交代ダービーみたいなことでしょ。うわ、もうそこで出てきた、そういうダービーは。ありがとうございます。来た来た、どっちも乗っていきたいとね。サイスタで裏を叩いたらやっぱ乗るっていうのは、ね、乗りますね、勝った方乗りますね、うん、ありますね、大事だねこれね。ただだから予想もしづらいんじゃない、これだって新監督。ただだから不安な点も結構ある実は。ほうほうほう、浦和は、はい、まあ、多分大丈夫と思われるんですけど、うん、牧野選手一応あの代表ね、負傷離脱で、はい、あ、そうでしたね、離れたのもありましたから、か、僕は負傷離脱だと思ってないですけど、うーん、僕はね、僕はあくまで、まあ、理由は言わないけど、負傷離脱だとは思ってないけど、とりあえず負傷離脱したっていうのがあるので。何それ何それ。いや、かつてもね、うん、そういうので離れる傾向いっぱいありますから、ね、実はクラブ側の事情だったりとかね。あ、そういうことか、ありえますから。へー、でただおそらく3バックですよね、うんうん、左巻きの真ん中マウリシオ、右が、まあ、鈴木または岩波がやってきて、はいはい、で両ウィングバックのところは左がおそらくは、まあ、宇賀神かっこ山中、うん、で右がおそらくは、まあ、岩竹、うん、でボランチに関しては、まあ、あ、お子さん生まれたということでおめでとうございます、柴戸選手。あ、おめでとうございます。そうなんだね。そう、柴戸選手と青木選手が務めて、うんうん、もう前世さんにも最近あの浦和編も分かるで出しましたけど、海だから空とかつけたのかな。ああ、ちょっと聞きになります ね、 いいね、うん、次陸でしょうね前世さんには、はい、あれです、マルティノス、うん、武藤、興梠でいくんじゃないかと思われるんですが、はい、まあ、いつも通りの形でいけると思うんですよね、うん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 、だから負傷選手がいなければ、まあ
あとはだからホームのプレッシャーにさえ飲まれなければ大丈夫なんじゃないのかなと、うん、なるほど。ただそこはもう組長の数がありますので大丈夫だと思います。最下のサポーターもね1週間休んでますから、うん、力満タンで臨んでくるじゃないですか。もう盛り上げる気満々で来るでしょうからね。 そうですよね。それに対してトスなんですけど、うん、F1 要素が抜群です。抜群に、もしかしたらなんですけど、うん、まだ分かんないです。ギリギリまでだと思うんですけど、はい、トヨタトーレスが出ない可能性があります。ほうほうほう。ちょっと不祥というかがありまして出ない可能性がある。 TT 兄弟出れない。 TT 兄弟ちょっと出れない可能性が今のところはあるよという状態でございます。ただ結局出れましたっていう風になれば問題ないので、うん、あくまでその直前情報といったところで言ったら可能性があるよといったところですね。負傷していることはあり得るとは思ってます。なるほど、分かりました、はい。まあ、いろんな意味で見どころのこのね試合ということでございます。そして同時刻アジスタではその頃 FC 東京が神戸を迎え入れているということで、こちらも神戸はこれ新監督はまだ来ないのかな、決まったっていうだけ次かもしれませんね。なるほど。あのただ、はい、あの完売したようなんですけど。なるほど。ああでもあれでしょ、久保イニエスタ期待値みたいなとこもあるでしょ今回ですね。どっちも出ない可能性ある。今回出ないの、出ない、とりあえず出なさそうな選手と出ない選手、うんうん、まあ、ごっちゃ混ぜ言いますけど、はい、久保建英、うん、まあまあコパいるからね、田川選手もそうですね。ああそうだね、ユニジュで決勝だからね。永井健介、ああそうなの、今とりあえずリハビリメンバーの方に今入ってる。なるほど。ということで無理しない方がいい、ね、が東京ですね。で神戸、あ肩外れてるからね、はい。で神戸、うん、そもそも今、日本にいないポドルスキー、いないの。いないっす。あそうそうっす。あそう、あのドイツで療養中です。あそういうことか。喉が腫れてる。喉が腫れてる、はい。ほう。で11日に練習復帰の予定だったんだけど、来ない。あそう、なるほどね。ということで去就もなんか噂されたりしますけど、残ってほしいけどね。その辺はちょっとまた分かんないけどね。おそらくイニエスタも出ない。あそうなの、はい。あらでサスペンション、あの出場停止で、ダンクレとサンペールがいない。うわなるほど、そんな試合です。じゃああれだ、日本人選手が多い、ね、が主体ですね。はい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 。ウェリントンぐらいか。ウェリントンと大丈夫、ビジャがいる。ああビジャいますね。意外とこう蓋開けてみたらビジャがいっぱい出てくれるっていうね。そうですね。ビジャが一番出ないと思っててね。ですね、うん、そう思ったらあとなおのことやっぱり一番輝いたのがウェリントンだったっていう、うん、ああでもそうだね、これはすごい。確かに確かに、うん。でももしかしたら、でもこれ神戸ファンからしたら悪いことじゃないよね全然ね。だってむしろある意味当たり前の話で、生粋のね、あのだって日本を、うん、日本ずっと長い選手ですからベリントン選手、うんうん、そうだよね。日本の気候も知った状態でできる選手なので、それはある程度活躍できるのも分かる。ある種サッカーの深みをね、うん、昔の J リーグだったらちょっと有名な選手が来たらポンと1点2点取ったみたいなことあるけど、 そうですね、そうはいかないよと。でもレベル上がってますから。そういうことですよね。 あと忘れてましたね、古橋選手も出れませんね、うん、怪我でね。ああそうか。いやなるほど。これアジスタのサポーターでも行ってよかったなって思うために、先生にねちょっとやっぱ見どころ教えてもらいたい。見どころ、はい、もう一人いない、もう一人いますね。そろそろ見れなくなる可能性がある人が、この人の活躍を目に焼き付けておきましょう。室谷聖。あーそうですか。 いなくなっちゃう、どっか行っちゃう。いなくなると思います。え僕はいなくなると思ってます。ザルツブルグ、うん、追いかけて南のハノーファー。ハノーファー、あーてかドイツからの結構声があのあれです。ちょうどあの酒井宏樹に対して、トッテナムがオファー出したのと同時に、いやそれすげー停車オファー出したの。あ出したって今いろいろ出さないみたいなね、噂されてますけど、はいはいはい、とだからそういう時って大きいのが、酒井宏樹出てるってなったら海外メディア的にもいろいろ出てくるわけですよ、ね、うんはいはいはい、そうなると、うん、酒井がかつて在籍したのって、うんまあ、今在籍してるマルセイユ、うん そ, うね、そしてその前のハノーファーがありますから、ハノーファーから始まってんのか。そう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 、ほうほうほう。ってことでやっぱり自分たちが見てたそのメキア悪くなかったんじゃないのか目線が出てくるわけです。はい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 。で今の次の日本代表のサイドバック誰だ。なるほどね。あの当たった宝くじ同じ場所に並ぶみたいなもんだ。そうなんです。宝くじなんですよ、失礼だけど。で今、うん、あの海外で、ちょっとオファーというかちょっと噂が始まってる状態なのがですね、うんはい、サイドバック同じサイドバックで言うんだったら、うん、まずは室谷選手、うんうんうん、で山中選手は去年あったけど今も下がってる状態で、うん、ついに来た、うん、ついに来ました、ついに来た名古屋の菅原選手。ほう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 。もうちょっと身分紹介というかがもしかしたら今回あるかもしれないというなんかちらっていう情報としてそうですか。
いろんな厚みが出てまいりましたね。そうです。なんで、室屋選手の雄姿も見ておきたいところではあります、ね。誰とマッチアップなんですか、室屋聖選手は。室屋選手はもしかしたら初瀬選手、うん、そうだよね、そういうことだよね、になりますからね。初瀬選手も好きなんですよね、私ね。でも新旧サイドバック、うん、新旧でもないけど、まあ、サイドバック対決ですね、うん、そこもちょっと見どころですよね。そうですね、うん、あとはだから太田光介選手のちょっと移籍の噂なんかも出てるわけだから、ほうほうほう、そうなってくるとあれ東京サイドバックもいなくねって状態なので、うん、左サイドバックは小川亮也選手いるけど、ね、右じゃ誰やんねんって状態だから。そうか。ってなってくると、うん、頑張れ中村拓海、今言う U23 でやってる右サイドバックですけど、頑張れ、うーん、といったところですね。なるほどなるほど。アジスタ満員になるんですね。ちょっとこれは見たいです、ね、そのテンションをどう 見るのも楽しみですね。楽しいですよね、うん、なるほど、はい、分かりました。そんなゲームでございます。さあ、そしてアルウィンナイターで松本が仙台を迎えます。これもいいですね、先生ね。頑張れ、うん、頑張れ。これどういったなんか一戦というか、お互いどういうふうに位置づけてると思われます？あのすごいざっくりって言うんですか、うん、すごいざっくり、あの仙台だから、うん、あの軽口って言いますけど、はい、普通に言ったら松本勝ちなんですよね、うん、あら、そうなの。アウェー今全敗ですから。ああ、仙台が、ああ、そういうので言うとってこと、はい、軽口であえて言いましたけど、ね、うん、アウェー全敗なのか。なるほど。いやいやいや、だからここから真面目に言いますけど、うん、いや勝てるよ。なるほどね。いやでも、でもこんなこと言うと松本ファンに失礼だから。いやいや、もう今までやってきましたね。そんな気遣い持ってんだったら。まるで気にしないで言ってきたでしょ、今まで。急にどうしたんですか。そういうからでね、うんうんうん、まあまあちゃんといきますと、まあ松本としては今回問題はやつがいません。前田大然ですね。しばらくだから、あの前田大然のデビュー編でやってる前田大然のコーナーはしばらくありません、うん、スプリント番長のコーナーがないってことですね、はい、もうかの国でスプリントしてるわけですからね。かの国でスプリントしてる、うん、地球の裏側でスプリントしてるわけですから。僕多分初戦スタメンだと思ってますけどね、チリ戦。ああ、そうか、はい、本当だと思いますよ僕、長いスタイルでやるんじゃないかなと思うので、うん、あ、なるほどね、はい、はあ、は代入されるわけですね。そういうことでございます。はあ、楽しみだな。ただね、まあ、大然いないって状態ではあるんですけど、うん、僕は逆に松本それによっていいチームになるんじゃないかなと思っていて、これはやっぱ大然さんいないと同じとこにはめてっていうのはできないわけ。同じようなパターンで永井選手、永井亮選手を使うことはできると思うんですが、うんうんうん、そうはしてこない。だったら形変えちゃった方が、うん、あえてその大然いない時パターンっていうものを踏まえた上でやって構築した方が松本としてはいいと思います。反町監督だしね、またそうなんですよ、うん、で同様に実は仙台も同じようなことが起こっちゃって、はいはい、あのジャーメイン選手がですね、うん、前日3ヶ月の負傷ってしまったんですよ ね、はいはい、だから彼も、うん、そのスプリントでその裏に侵入させるみたいなところがあったとか、はい、それができないので、はい、まあ、違う形を構築せざるを得ないんですよね、うんうんうん、おそらくもうワントップハモン・ロペスで、うん、トップ下に今吉尾、うん、で左に今石原入れてっていう状態になると思うんですけ ど、うんうん、どまあ、そんな石原選手、うん、まあ、松本から来た選手になりますので、はい、まあ、今回は石原ダービーという形ですね、うん、今回。そこをねピックアップするわけですね。そういうことでございます、うんうんうん、なんで、チームが成長した姿、松本の元所属していたチームにどれだけ見せることができるのかに僕は注目していきたいなと思います。なるほど、ね、お天気とかどうなりそうなんですかね。いい天気になるといいですけどね。本当ですね、うん、ここはちょっと注目でございます、はい、さあ、そしてジュビロ磐田がガンバ大阪をヤマハに迎えるという一戦。ガンバね、うん、ガンバとしては小野瀬が今度は怪我ですから。そうなんでしょう。今度は右ウィングバックいなくなった状態ですけど、うん、そこにだから田中達也を本当は入れたいですよね。ほうほうほう、一番いいのはそこでだからいけるかどうか、もしくは左田中右福田でもいいとは思うんですけど、はい、だ片方はスピードでこうスラッシュしていくタイプ、はい、もう片方がもうファイティング系のタイプでいくのかなというところ、はい、なるほどですね、でただ岩田もちょっとフォーメーションを多分変えてくるんじゃないかと思われるんですよね。ワンアンカーの形、まあ、前節もそうでしたけど、うん、両ウィングバック、まあ、むしろサイドハーフぐらいな感じですが、はい、まあ、そんな形でやっていくんじゃないかと、はいはいはい、でなんでサイドをうまく使ってくる傾向があるからこそ、できるだけ守備目の選手で、まあ、抑えにかかってサイドからの相手の攻撃を無効化するのがガンバとしてはやっておきたいところではあるのかなと思ったりはします。どちらもちょっとここでねまた勢いをガッと前に行きたいところですよね。ただ一つだからやりたい、まさにそのマーさんの発言のところで言うんだったら、はい、うん、なんなら右ウイングバックにあえて中村敬斗なんてパターン僕は面白いんじゃないかと。ウイングバックに、はい、ほう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 、でもうそのガッとこう前に来てもらう、うん、だもう守備でやり合うんじゃなくて、なるほど、お互いもうだからサイドをやり合いまくる、えぐり合いの、うん、っていう形もありなんじゃないのかなとは。
まあ、このスクランブルの時にそこにはめてね、あの実の愛媛のね話じゃないですけど、はい、こうキャストが育つポジショニングがまた変わってくるみたいなこともありますもんね、うん、ありますね、うん、で対するね岩田サポもね今もう、今もうまさにもう狂喜乱舞だと思うんですよ。ほう、今あのトゥーロンでですね、はい、あの大南選手が今全試合フル出場してるんですよ。はいはいはい、決勝センターバックのね、うん、で小川選手がこれでゴール決めたわけですよね、はい、あの同点弾決めて、はいはいはい、っていう状態ですから育ってますね、育ってますね。もう岩田サポとしても、ね、いやうちの子たちが頑張ってますよっての覚醒してますもんね。そうなんです、パラメーター8ずつぐらい上がって帰ってくるでしょ、ね、うん、ただね、うん、これ一応岩田サポの方に念のため言っておきたいのが、何でしょうか、またやってしまったんですね。やってしまったんですか。まあ以前あのレビュー編で、はい、あの大南選手とあのジョー選手のマッチアップに関して話した時があったと思うんですよ。南&ジョー、はい、であの大南選手のちょっとした癖で、うん、あの空中にボールがある時の、うん、あのあ覚えてます、はい、ずっとこう見てる率が長いというか、で実はこの、トゥーロンの、うん、まあ、準決勝メキシコ戦で実は2失点食らったんですけど、うん、全く同じからシンプルのクロスボールで、うん、まあ、マーカー大南の時に2点食らってしまったんです。なるほど。なんで、うんうん、上背もある選手だからだけど、うん、もしかしたらセンターバック適正というよりかはサイドバックウィングバックの方がやっぱり適正ある選手なんじゃないのかなという、守備型サイドバックですね。うーん、なるほど。真ん中にいてしまうとちょっとその見上げてる、だからおそらくはその前における首振りとか相手のポジショニングに対する率がもしかしたらまだ足りてないのかなというところがあって、それ以外の能力に関しても抜群な選手でもあったりするから、はいはいはい、でちなみに似たような選手がかつて2人いまして、ほうほうほう、酒井宏樹っていう選手と杉本健雄って選手なんですけど、実は彼らあの17歳ぐらいの時ってセンターバックなんですよ、うん、杉本健雄もそう、はー、まあ、お互いチーム事情もありましたけ ど、 なるほど、ただ酒井選手に関してはもう大型だからセンターバックだったのもあるけど、うん、彼の場合はよりその高速クロスってものが武器としてあったから、はいはい、サイドバックの方がいいんじゃないのってことを、柏の時の印象がすごいですね、あのアリクロスの、はい、そうなんですよ。で杉本健雄選手はもうチーム事情センターバックもやったけど、やっぱり得点力には優れた選手だったので前ってこともありました、うん、はははは。で大南選手はもう世代でも屈指の能力者でもありますし、うん、もうディフェンス能力も高い選手でもあるけど、はい、でやっぱりセンターもしもうフル代表まで行きたいんだって思うんであれば、うん、僕はサイドバックの方が適性は高い、運動能力が高いからこそアスリート能力がかなり高いので、うん、もしかしたらサイドバックの方が適性かもあるのかなってのは思いますね。へえ、そんなとこを見てたりするんですね。はい、わかりました。さあその辺もね、どうなるでしょうかということでございます。そして今日最後にご紹介しますのは、大分がホームに名古屋を迎えますよという、いやもうこちらもあれですよね、うん、サポーターが湧いてる試合になりますね。湧いている、やっぱり大分は今ね、うん、あの小島選手岩田選手の2人が、うん、もうコパの代表に選ばれましたから、あ、そうか、いやうちの子たち来ましたよっていう、ね、まあ、まずこの日のこの試合は関係ないですけどね、はい、テンションが上がってる。あと ねもう一個ね、早稲田関係者もね湧いてると思うんですよ。早稲田関係者、早稲田関係者、あ、なるほどね、小島選手大分、そしてどんなとこから見えてる、あの名古屋の相馬選手、はあ、早稲田も同期ですもん。ああ、そうか、いや僕もだから後輩頑張れ、ああ先生早稲田だもんね。そうですね、はあ、なんでその二人がだからね今それぞれコーパーと早稲田予備校ですけど私言ってましたよ。じゃあ大きくくくっていいんじゃないですか。あとですね、芸人になった頃ルネサンス早稲田ってスポーツジムでバイトしてましたよ。あ、なるほど。え、早稲田ですってことですよね。これはもう早稲田です。そうですよね、うん、早稲田です。あ、頑張れなるほどですね、はいはい、そうなんですよ。だからもう、うんうん、あとはだから名古屋でね、はい、相馬選手もゴール決めましたし、PK 見ました。あ、見てないんです。 PK すごかったんですよ。 PK 戦で勝ったんですけど、そうです、メキシコでね、死闘の末、はい、今日の朝知りましたけれども、うん、相馬選手の PK がすごすぎて、PK 戦になった時に、みんなそのいわゆるすごすぎて笑った、笑った、本当本当に笑った本当、そうなんですよ。みんなやっぱりこう下に蹴るじゃないですか、吹かさないように。そうだね、一人だけですよ、もうどっかん決めて、いやー、心臓のこのメンタルよ、心臓の強さといいますか、うん、はうん、あと1点目、それこそ、 そのトゥーロンでその同点弾と、はいはいはい、決めたんですけど、うん、その時もあの左ウイングバックの位置から、はい、もう果敢にスプリントしてきて、まあ、ダーン打ったんですけど、うんうんうん、あの大宮の川面選手のような、はいはいはい、ギュンっていう形の上にやつじゃなく、はあ、上に打つ形ではなくて、はあ、あのグラウンダーです、はあ、イーグルショット的な、その位置で吹かさないで下にそのゴールで打てるの、調子よかった、だんだね、調子いいんだね今ね。そうですね、あと面白かったのが、その小川選手と、うん、その相馬選手が、うん、終了後のインタビューだったんですけど、うんうんうん、
小川選手は身長高くて相馬選手が身長低いんですよ。あ、そうだね。だから最初カメラの基準が小川選手にあって、相馬選手が入り込んできた時に髪の毛しか映ってなかったカメラマン泣かせですね。そうそう、で引くわけにもいかないしね。ヒュッとこう下がって、そしたら、はあはあはあ、素晴らしくにこやかな笑顔の相馬選手がいらっしゃいました。面白いな、寄り出とるからね、あれね。確かにはははは、やりましたみたいな感じだったんですけど、それが良かったです、ね。あ、なるほど、そこが見どころだったんですね、はい。あ、この試合忘れた、 J リーグの話、 J リーグの話だ、すいません皆さん、そうですよ、忘れていました。これもちょっとでも面白いですね。でだから、いや、考えなきゃいけないこととしては、はい、大分は今までのパターンとは違う形でしか攻めることができないんですよ。ほうほうほう、だって岩田 が違うわけだから、ね、そう、岩田がいないから、うんうん、そう、右 のストッパーの位置からじゃあ誰が上がってくるの、はい、来るのかってところになってくる、うん、おそらく左ミサオ右高畑なんていう可能性とかもあるのかなとか、はい、うん、じゃ左で攻めるために左ミサオにして右に庄司を入れて、うん、で基本左で攻める、うん、はいはい、で最近やっている右に星を入れて左に松本というパターンとかもありえるのかなというところ。ただ一番の正念場になるのはセンターバックの鈴木選手、うん、でこの試合でまだ出れるかは分かんないですけど、復帰の可能性があるジョー選手、うん、はいはい、ジョーとのマッチアップってなったら、うん、ジョー対鈴木のマッチアップになったら、はいはい、いやいやいや、今までの空中戦の相手とはちょっと格が違うって感じになってしまうので、 ね、そこでどう戦っていくのかってところに注目したいところではありますね。なるほどね。で対する、名古屋としては、うん、今までちょっと、ここに2試合では崩され続けたそのブロック、うん、ゾーンのシステムっていうところを、だからもう自分たちがいかに仮にボランチラインが崩れたとしても、うん、センターバックの選手たちが前に出すぎないで、うん、藤本を捉えることができるのか、はい、ここが一番注目のポイントとなるのかなと思います。なるほどね、なるほど、はい、よく分かりました。いや、見どころたっぷりの15節、ね、J1 15節並びに、うん、トゥーロンが若干入ったとそうですね。いや、今本当にすごいレイヤーで楽しめる、ね、サッカーですから。あと菅原も、僕あと菅原選手にね、頑張ってほしいですね。おうおうおう、菅原由紀成選手ね、やっぱり、ね、あの韓国戦の最後のそのパスミスってところは本人もずっと悔やんでるところがあるようなので、うん、もうリーグ戦でも、活躍の場所を掴んでいただいて、はい、海外へ羽ばたいて、 そんだけいろんなこう、ね、折り重なって見えてたら楽しいでしょうね、先生もね。そう見え、そういう風に見ていたいので、ちょっとね、いや、あと U17 の話とかもしたいんですけどね。いやアルゼンチン代表に実は 9-0 で勝ったんですよ。あ、なんからしいですね。そうそうそう、 9-0 9-0 で勝ちました。すごいな。この間はなでしこがねやっつけましたし、アルゼンチンもパニックですね、なんだ日本っていうのはっていうねえ、そうですか、はい、なるほど。ちょっとあれですか、1年ぐらい見る若聞いてたらそのぐらいの感染力身につくんですか、先生。いや、まあ、いっぱいもない。私もだいぶ楽しくなってきましたけど、早く先生みたいにするね。もう情報たくさん出していきますから、皆さんもできるだけ集合させていただいて、情報投稿させて聞いていただければ、ぜひポチッとね、チャンネルも登録してくれると嬉しいですね。はい、はい、ツイッターもやっております。ライブも、配信しておりますし、リアルライブは6月22日に大塚でございますので、ぜひまだチケットありますのでね、来てくださいね。はい、はい、というわけでございました。 J1 第15節も楽しみましょう。話しましょう。井上馬でした。ノーミル佐藤でした。先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。